見るだけ観光リサーチ札幌雪まつり。札幌雪まつりは北海道札幌市で毎年2月上旬に開催される雪と氷の祭典。国内外から200万人もの人が訪れ、世界三大雪まつりの一つとしても数えられる。会場マップはこんな感じ。雪像が展示の中心となりますが、すすきの会場を中心に氷像も展示されます。学校や各団体が作成した雪像は、可愛いものからメッセージ性の強いアート作品まで、まるで美術館や博物館に来たような楽しさがあります。夜はライトアップやプロジェクションマッピングで昼とは違った雰囲気で楽しむこともできます。ちなみに高さ15メートルにも及ぶ大雪像の制作は、訓練の一環として陸上自衛隊を含む延べ1万人以上の隊員が参加しているそうです。札幌雪まつり全体で使用される雪の量は5トントラック約6000台にも及びます。その他スケートリンクや滑り台、ご当地グルメなど楽しみ方はいろいろ。2月上旬の気温はこんな感じ。めちゃくちゃ寒いので防寒対策はしっかりしてください。総じて世界が認める冬のお祭り、それが札幌雪まつり。ぜひ皆さんもビュータイム。細かい情報は概要欄に載せます。県ごとに再生リストをまとめているのでぜひ見てね。こんなに人がいます。